一直線でやってみましょうか。そうね、ずーっと来て。よくあるのが、まあ大体2本目の線のところで止まって、右にいっぱい切って、左のミラーを見て前に。で、一直線になったとこで止まると。まあこのぐらい出るってことですよね。まあ、このぐらいって言ったらもう、まあ頭半分ぐらい出ちゃってますよね。で、これで今線ちょうど一直線。で、ハンドルをまっすぐにして、バックに入れて、こっから下がるんですけど、もうこの時点で左に切ったら確実にあの緑のコーンの方向かってしまうので、まっすぐ下がらざるを得ないんですね。で、そこからどこかのタイミングで左に切るんだけど、そのどこのタイミングかがわからないので、皆さん多分ね、苦労するんですよね。うまく入れれない方は。だから前まで出ちゃえばある程度こうね、ちょこ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 できるんだけど、これが、こういうふうに斜めにね、飛び出られない場合っていうのはちょっとね、できないんですよね。これで、方に当たらないように回していくっていうことになるんですけど、まあこれができるようになれば一直線でも全然止めれるんですが、やっぱりね、ハンドル操作ができないうちっていうのは、これはね、多分ね、かなり難しいんじゃないかなと思います。これをはみ出ないようにするっていうのは、こう、斜め向こうにハンドルをいっぱいに切らず、斜め向こうに出ていくってなると、これね、さらに難しくなるんですよね。ちょっとやってみましょう。切るタイミングを、こう、向こうに持ってったりしますよね。こう、今だと、向こうの枠、止めたい枠の通り過ぎたあたりなんですけれども、ここで、例えば、そうだな、まあ、いっぱい切って前に出ますか。そうすると、線に対して、多分今一直線になると、さっきほど出ないと思うんですよね。これで、まあ、ギリ大丈夫かなぐらいになるんですけど、そうするとね、左のミラーを見てもらうと、かなり車止めの方までの角度がきついと思うんですよね。こうなってくると、切るのが難しくなるんですね。ハンドルまっすぐにしてバックに入れて、ここの時点でハンドルは切れないので、まっすぐ下がらなきゃいけないんですよね。そうすると車は、枠の車止めの方じゃなくて、もっと遠くに向かってってしまうので、どうしても左に切るんですけど、その左に切るタイミングっていうのが難しいんですよね。だからこう切ってみると、基本的にはこうやって離れるんですよね。多分だからこれをやってる方っていうのは大体皆さん離れるんじゃないかなと思うんですよね。隣の車のね、状況とかそういうのでもかなり影響されちゃうので、一直線だけはね、絶対にしないでください。普通に駐車してる人って一直線には絶対しないので、もうね、駐車するときに、前の枠にどんどん突っ込んじゃうときなんかは一直線にするんですけど、そうじゃない場面って基本的に一直線にしないんですよね。必ず隙間を開けるんですよね。だからこう一回転で左のミラーを見て、1本目、2本目、で、こうなるでしょ。で、ハンドルまっすぐでバック。で、左に1回で回す。で、あとはぐるーっと回してくると、まあ、こうやって入ってくる。右斜めバック駐車のレベル1をやりたいと思いますので、ちょっとご覧ください。まずはね、右に寄ってきてください。で、50から70センチぐらいの位置で止まります。よいしょ。で、2本目の線で止まったところで、左に1回転回して前に出ます。右のミラーを見ていって、1本目、次が2本目なので30センチぐらい空いてる感じで、こんなぐらいで。で、ハンドルまっすぐでバックで右に1で下がってください。で、線をね、ふーっと先端踏むような感じであれば、と右に追加で切ってあげれば OK です。で、寄りすぎてると思ったら少し戻しながら自分で調整をかけてあげてください。で、反対が入ったらハンドルまっすぐにして下がっていってもらえれば OK です。これがね、レベル1になります。次、レベル2に行きます。流れとしては全く一緒です。右に寄ってきます。50から70センチで2本目の線で止まります。
で、ここでハンドルを左に1回回すときにブレーキを離してトン。で、あとは右のミラーを見て前に出ます。で、1本目、2本目。で、まあ大体30センチぐらいで止まります。そしたらハンドルを回すときにブレーキを離してトン。で、バックに入れます。で、右のミラーを見て、ここで右に1回転。この時もブレーキを離してトン。で、あとは右のミラーを見て下がります。あとは右の車止めに行くように回してあげます。あとは様子を見て、あと車がまっすぐになったなと思ったらブレーキ離してまっすぐと。あとはそのままゆっくり下がっていってもらえれば OK です。はい。今度レベル3になります。レベル3に関しては1回転っていう風にこだわらずに自分でハンドル操作をするという形になります。ちょっともう一回入れます。で、レベル3も2本目で止まるとこまでは変わりません。で、ここから回していくときに、左斜め40度ぐらいを狙って、回して、向いたらハンドル戻して、前に出て止まります。右のミラーに2本目の線が見えれば OK です。そしたらバックに入れて、ここから自分で右に回していくと。これができれば、レベル3も十分できます。あとは、枠の中に入ってくれれば大丈夫です。よいしょ。これがレベル3ですね。レベル3まで行くと少しレベルが上がってきますよね。レベル4は全く止まりません。普通にうまく止められている方がやられている流れとほとんど変わりませんので、ちょっとやってみましょう。ハンドルを回していくのは大体枠の真ん中ぐらいです。から斜め40度ぐらい。で、もう戻して、ミラーに見えれば大丈夫です。あとはバックに入れて右のミラーを見て、ぐるーっと。あとは枠のところに入ってくればハンドルをまっすぐにしてそのまま下がっていってくれれば OK です。で、2本目の線が見えるところ、2本目の線のところで止まります。で、止まった状態で右に1回で左のミラーを見て前に出ます。で、1本目、2本目。まあ、大体見えたぐらいになりますね。ミラーが大きい分だけ見えやすいと思いますし、その時に線との隙間があるので、まあやりやすいかなと思います。そしたらハンドル回す。で、バック。左に1回回して下がります。この時に寄りすぎず離れすぎずっていうのを見て、あとは左の車止めの方に行くようにしてあげれば OK です。あとはハンドルをまっすぐにして下がってくれればそのまま入ってきます。で、次ね、レベル2に行きます。やることはあまり変わりません。2本目の線のところで止まって、右に1回回すときブレーキ離してトン。で、左のミラーを見て、そのまま前出てきます。1本目、2本目、だいたい見えたぐらいになってきます。見えた。そしたら、ブレーキ離してハンドルマスクで止まる。で、バック。で、ここでブレーキ離して左1で止まる。で、ここから左のミラーを見て下がってきます。寄りすぎたり離れすぎたりしなければ、あとは車止めの方に行くように回してあげれば OK です。であとは、車まっすぐするときはブレーキ離してトン。あとはそのまままっすぐゆっくり下がっていってくれれば、そのまま入っていきます。次はじゃあレベル3になります。で、ここで止まります。で、ここからが違いますね。レベル1、レベル2では1回転だけど、レベル3ではだいたい斜め40度程度を狙います。まず最初にグッと向けてしまってからすぐ戻すような感じになりますね。ちょっとやってみましょうか。グッと切って、向いたらもう戻して、前に進んで止まる。で、左のミラーに線が見えれば OK です。で、その状態を作ったらバックに入れて、ここから左のミラーを見て、お尻を線の方に持っててあげます。隙間がね、30センチよりは広いので、回してもらって大丈夫です。あとは動きを見て、寄りすぎてないかを見て、下がってくれれば入ります。で、最後はね、レベル4になります。で、枠の真ん中ぐらいに来たら、もう右にクッと向けて、まっすぐ。左のミラーに線が見えていれば大丈夫なので、あとはここで左のミラーを見ます。隙間加減はやっぱ広いですよね。広い分だけ回せるんですよね。ここから回していく。
あとは線のとこ奥のところに向かうようにしてあげる。あとはハンドルをまっすぐにしてそのまま離す。